これ空港で選手を含めて調査するという報道が出てますけれども、今の回答だと調整中ということになってますが、もう7月の1日まで、7月まであと3日しかないんですね。で、おそらく7月からですね、契約しているメディア関係者等がですね、退去して入国し始めるのがですね、7月になってもう2、3日後ですよ。まだ調整中ってどういうことですか？調整についてはですね、早急に調整を行うべき、ものだと私ども考えてございますし、そこをしっかり注視してまいりたいと思います。いや、いつまでか期限をはっきりさせてください。しっかりととかそういう経営用紙はいりません。もうそういう段階じゃありません。で、実際にこういうことで空港で例えば濃厚接触者調査をして、そこで濃厚接触者でまた新たなですね、感染者が出たら、どういう体制でまたそれをその隔離保護するのか、その人たちに、それ以外の人たちはどうするのか、そういったことももうすでに方針が決まってなきゃおかしいじゃないですか。もう7月ですよ。明後日ですよ。明日、明後日、しあさってですよ、7月。それともう一点聞きたいのは、いつ頃にどこの国から何人っていうのはわからなくても、大体そのピーク、選手、コーチ、関係者、メディア関係者、それからそのスポンサーサイドも含めて、どれぐらいの人数が最大限、羽田、成田、関空、中部含めて、どれぐらい来るかっていうのは当然把握してると思うんですよね。その資料があったら出してください。それによって、体制ってのはおのずと決まってくるわけじゃないですか。で、我々がものすごく心配してるのが、その7月になって、で、まあその23日直前になるとですね、おそらくピークになると思うんですけれども、ピーク時に人がどっと要するに外国から押し寄せてきて、で、どういう体制でその対応するかにもよりますけれども、おそらくもう対応しきれなくなってですね、ほとんどゆるゆるでどうぞどうぞっていう形になるんじゃないかってことをものすごく心配してるわけなんですよ。だから、どの辺がそのピークと見ててどういう体制でっていうのか、早急にやっぱり出してほしいんですよね。もう決まってなきゃおかしいわけですから、お願いします。質問項目1に関連して、先ほど選手村に、大会保健衛生支援東京拠点というものが設けられると。まあ、その規模についてはまだ明らかにされていないというふうにご答弁があったんですけど、で、これは、この組織は、組織委員会が設ける、選手村の感染症対策センターと連携して、対応するのであるということだったわけですが、この組織委員会が設ける感染症対策センターの人員というのは、まだ調整中だというふうに伺ってございます。この感染症対策センターについても、まだ検討中であるということなんですね。というふうにですね、回答を得てございます。私のからこの問い5と6に関して、水際対策から漏れたオリンピック関係の陽性者が出たときに発表のあり方についてちょっとお聞きしますけれども、ウガンダの方が分かる前の4人について、これはそれまでこの間、陽性者が五輪関係者で出たってことは発表しなかったんですか？仮にしないとすればなぜしなかったのか？そして問い6ですけれども、今後ですね、陽性者が出た時の発表については現在検討ってことは発表しないってこともあるんでしょうか？これはですね、どのくらいやっぱ水際対策が功を奏しているかどうか、やっぱり如実に国民に知らせなければいけないと思うんですけれども、発表しないということもあり得るのか？現在検討中ということで回答を、いただいているところでございます。今日菅総理が検疫の強化と現地視察行ったわけですよ。その強化はね、実際にその実効性があるのか、ね、でそれで、しっかりと水際対策ができているのかどうか、これ本当に陽性者が出てもこれ発表することすらまだ分かんないと。発表しないとなったら本当にこれ、隠蔽みたいな話になっちゃうんで、くどいですけど、そんなね、水際の強化を総理が促しても、その実際の実績が分からないようだったら効果走ってるかどうか分からないんじゃないですか。だからオリパラ事務局は検疫に関して特別扱いをするわけですから、特別扱いをする中で陽性者が出たらきちんと検疫からも発表していただくということをですね、両者の間で合意しておかないとまた混乱しますよ。これ今の話だとオリパラ事務局はオリパラ関係者で陽性者が出たっていう事実は把握するわけですよね。そうなるとそれを発表するかどうかっていうのは、これ検疫じゃなくてオリパラ事務局の判断じゃないですか。オリパラ事務局としてこれ判断しないってことがくどいですけど、あり得るんですか？
かくこの バブルがですね、穴だらけじゃないかと、今聞いてびっくりしたんですけど、陽性者も選手村や宿泊施設のバブルの、ま、中に入れるかもしれないということで、私たちも驚いてるんですけど、それに関連して今日菅総理は、オリンピック関係者も外出先を限定し、国民と接触できない厳格なルールを適用するとおっしゃってますが、20ページ見てもらったら分かりますように、例外的な場合は、コンビニで食料を買ったり、個室のレストランで、食事をすることができるということが書かれているんですね。オリンピック関係者、オリンピックファミリーやプレスの方も含めて、これコンビニに買い出しに行ける個室のレストラン、居酒屋に行けるとなると、当然国民と交流というかね、接触動線重なると思うんですが、ここはその今日の回答でね、書いていただいております。つまり、ホテルなどが利用できない例外的な場合は、個室のレストランやコンビニの利用が認められてますという、これ例外的な場合というのは、ゲーム会場でのその、ケータリング施設ですとか、それから、宿泊施設のレストラン、それから、まあ、デリバリーが、ルームサービスが、これが使えない場合ですね、まあ、ホテル側の事情ですとか、まあ、何らかの事情で、こういった3つの、原則の場合が使えないような事情が生じた場合には、こちらにございます、コンビニエンスストア、こちらを使うときも、その、アクセス手段ですとか、場所につきまして、組織委員会の方でチェックをするというような扱いのもとで、事務手続きとしてね、これからご飯食べますと、三つの事情に当てはまりませんと。だから外のコンビニエンスストアに、食べ物を買いに行きますということを申請させるのかと聞いてるんですよ。組織委員会に確認しておりますところでは、この例外的な場合につきまして、詳細の、この運用方法、検討をしまして、で、個別に対応していくというふうに申してございます。個別に対応するというのは、だからどうやって対応するんですか？じゃあ、この3つの事情を判断するのは、組織委員会が判断するということですか？誰が判断するんですか？組織委員会の方で管理することになりますので、運用としましては、組織委員会の方で検討して運用していくということになると思います。じゃあ、一回一回申請をしてもらうということですね。ここ大事なところで、例えばですね、私も海外視察旅行よく行きますが、やっぱり現地のものをね、街出て食べたいという欲求は勉強にもなりますからあるんです。そしたら、例えば、ちょっと今晩はもう、ね、ホテル内の食事飽きたから、ちょっとステーキ食べに行きたいなと思った場合は、事前に組織委員会の許可が必要なのか、事後でもいいのか、どちらですか？今ご質問のありましたような状況は、原則に戻る形になりますので、あくまで原則を守っていただくと、この原則、ホテルの、すみません、競技会場の、食事施設、それから、宿泊しているレストランの、宿泊しているホテルのレストラン、それから、ルームサービス、こちらが大原則でございますので、その飽きたからというような状況は、先生ね、先生、原則を守るのはね、当然なんですよ。原則守った上でね、外にご飯食べに行く、あるいは買い物に行くというのは、事後の許可でもいいのかと、事前なのか事後なのかということを聞いてるんです。組織委員会に確認してますところでは、事後の、事後の承諾というのはないというふうに聞いてます。事後の承諾がない。重要ですけれど、そしたら、これ英語で書いてあるわけですよね。まあ私がオリンピック関係者として日本に来たと。まあ何らかの事情でもう食欲なくなって、もうちょっと体調的にもステーキ食べないと、これもうちょっと本当体調治んないよとその人が判断した時に、にですよ、ホテル以外のコンビニ、個室のレストラン行く時には必ず事前に許可をしない、許可を得ないとコンビニや個室レストランに行ったら禁止なんですか？これ私こだわりますけどね、このルールブック英語版にはそこまで書いてませんよ。もしそれをおっしゃるんであれば、英語版にこの例外的な場合は事前に組織委員会の許可が必要ですと今から追加しないと、これは性善説では守られないと思うんですね。だから私は厳しくすべきだと思いますし、もし今おっしゃったように事前に許可が必要だったら、これにそれを追加してください。許可制だということを。もしそれを追加されないんであればね、事実上なし崩し的に、いや、ちょっと出ていきますと、これ世界中の各国の方のね、判断ですから、日本人のように割と従順と限らないかもしれませんから、そこは、失礼なこと聞くかもしれませんが、本当に事前許可が必要で、事前許可がなかったらもう罰則かなんかあるということですか？
罰則つきましてはちょっと確認をさせていただきますけれども、ご指摘の、でも含めまして、現在、組織委員会の方で、検討中でございますので、私どもの方からも、きちんと運用ができるように申し入れをしていきたいというふうに考えます。罰則についてなんですけれども、これ指示に従う場合にはその強制退去処分もあり得るというのがこれまでの説明ですよね。とすると、例えば今の話の延長線でいうと、少なくともこういったその原則に従わない場合、そのアクレディをですね、要するにその没収するということもあり得るとか、そういう具体的なメジャーをですね、やっぱりいくつか書き込むべきだと思うんですよ。その事前許可制のことも含めて。これを少なくともこの英文を読む限りでは全くそういうふうに読めないし、で、大体その原則に従わないっていう人の方がですね、実際多かったりするわけなので、あともう一点なんですけれども、GPS 機能を入れるってことになってますけれども、携帯に。みんな携帯2台、3台、4台持ってくるって言うんですよ。で、一台には入るかもしれないけども、入らない携帯を持ち歩けばもう全然要するにお手上げだって言うんですよね。これ関係者に聞いて。そういう時の対策も含めて考えてますか？引き続き組織委員会に確認させていただきますけれども、ご指摘の点も踏まえまして、厳格に運用ができるように、私どもの方からも申し入れをさせていただきたいというふうに思います。厳格に運用できるように考えていると、そうするとプレイブックを第4版まで改定するということですよね。それを検討しているということですね、今ね。だって、プレイブックに書いてないことは、意味をなさないですからね。ここで何かを言ったとしてもね。自分たちはそう考えていますとか、そう思っていますとか、そうなることを希望していますという語尾がつくならね、まだしも。事前の許可が必要なのですと。いうことをおっしゃるのであれば、そうプレイブックに書かないとダメだってことなんですよ。言葉が全てなので。外国の人に忖度しろったって忖度しませんからね。どうなんですか？プレイブックを改定するという方向で検討してるってことなんですね。どういった形でこのプレイブック、補っていけるかにつきましても、組織委員会と、連携しながら、検討させていただきたいと思います。ちょっと私、総論で言うとね、その交換、この例外規定は、IOC のお偉い方が、個室レストランで豪華な食事するために設けられた例外規定じゃないかっていううがった見方されてるんですよ。で、今ね、日本の組織委員会が行動管理するって言ったけども、今までね、頭の上がんなかった IOC の、申請に対して、本当に組織委員会がノーって言えるんですか？組織委員会は大会の運営の、運営の主催者でございますので、組織委員会の方で、厳格に運営をされるものと理解してございます。それとですね、この前からこだわってるんですけど、IOC のファミリーとかですね、大会関係者の飲酒についてですね、競技場内での飲酒について、明文化されたものはないと。ただし、組織委員会の会長が記者会見でご発言されてらっしゃるということなんですけど、この、組織委員会の会長が発言しているが、明文化されてないことっていうのはルールなんですか？競技場内での IOC 関係者、あるいはオリンピックファミリーの飲酒について。これどこで合意されたんですか？バッハが分かったって言ったんですか？そうだねと。じゃあどっかに書こうねということを言ったんですか？私ども確認しているところでは、組織委員会の中で検討されて、会長の、会見の際に発表されたというところまで確認させていただいて。それは IOC も、オリンピックファミリーも、分かりましたという合意があるんですか？その文書になってるんですか？だから、その文書を示してくださいよ。現時点では、会見の、模様を、確認しているという。その文書を示してくれと。IOC、の関係者、大会関係者、オリンピックファミリーも、競技場内での飲酒はしないんだと、禁止なんだということが、どこかで文書になっているのか。学校連携のチケットの件だと思いますけど、これは現時点では、今の、基準に基づいて、組織委員会の方で、今各教育委員会からの取り消しの受付などはしているというふうに伺ってますけれども、現時点では、今の状況のままで、行うというふうに伺ってございます。それ、もう2回にわたってですね、お願いしたんですね。
前回は名前言いませんでしたけど、公明党が積極的に働きかけて、これを実現したんだということを言っておられます。言っておられました。で、それはコロナの、こういうふうになる前だと思いますけども、責任持ってですね、やめてほしいと。暑さもありますし、しかも、このデルタ株、子供たちへの感染も、いろんなところで報告されてます。ロングコビットの問題もありますんで、これ3回にわたってお願いをしてるんですが、伝えていただきましたでしょうか。前回もお答えしたかと思いますけど、現時点では組織委員会の方で行うということなんで、それを踏まえて文部科学省としては安全に学校連携が感染ができるように各都道府県の教育委員会に対しての留意事項なんかをですね、しっかり通知するという形で考えております。いや、つまり懸念は伝えてないんですね、組織委員会に対して。はい、ですから我々の立場としては組織委員会がやることを、やることに対して、しっかりですね、安全が確保できるような形で学校現場に伝えるという立場だと思っております。そんなことできるわけないじゃないですか。いいですか、すみません。問い9、しっかり答えてほしいんですが、まん延防止が継続した場合は、基本的に5000人以下ですし、知事の判断だというプロセスはともかく、5000人にした場合、これ、オリパラ事務局、再抽選は可能なんですかっていう、オリパラ事務局として、これ聞いてるんですよ。現時点で申し上げられますのは、まず、その措置の内容が、どういったものになるのかというものが、まず、一つ仮定がございまして、その上で、その措置の内容を基本といたしますので、その措置と全く同じような、なんて言うんでしょう、制限になるのか、それとももっと厳しい制限になるのかというものが、またその時の判断があるわけでございまして、二つ、仮定を置かなければなりませんので、今の時点でちょっと予断を持って、お答えを、するのが難しい。だからね、まず今のところで言うと、緩くなることはありえないと思うんだけど、あるのかって質問と、今仮定って言ってもね、5000人なのかそれ以下なのかだから、いいですよ、5000でも0でも5000以下で、今1万人を前提としているわけだから、それは5000以下になった時に重ねてですけども、再抽選が可能なのか、特にこの2番目、これをお答えください。まずこの5000人となるかどうかは繰り返しになりますけれども、はい、いやだから仮定の話をしてるんです。5000人以下になったときに再抽選は可能なんですかって質問してるんです。いや、黒岩先生ね、これ緊急事態宣言が出たとしても対処方針で1万人以下にする可能性は可能性としてはあるってことなのね。基本的対処方針として措置内容を緊急事態宣言でも1万人だと、50% 以下1万人以下だと、どっちか少ない方だというふうにする可能性はあるってことでしょ。可能性としては。私の方でお答えできる立場にございません。だから、いやいや、基本的対処方針の中に示される緊急事態措置については、その時その時に定められるものなので、現状の5000人以下というものがそのまま、この7月以降のもし緊急事態宣言が出たとしてもその時に適用されるものではないという理解でよろしいかということの、まず私どもとしては都度、その都度ですよね、決められるというふうに理解してもらいます。私今日本当に驚いたのは、陽性者、オリンピック選手あるいはオリンピック関係者の陽性者を選手村宿泊施設に入れるのか入れずに隔離するのかがまだ検討中と。でもこれバブル方式の ど真ん中の話だと思うんですよ。バブル方式というのは陽性の人を中に入れないから、これバブル方式って言うわけですよね。陽性の人が中入っちゃったらこれバブルじゃないんだから、これってもうなんか一丁目一番地の話だと思うんですけれど、改めてお聞きましたが、バブル方式バブル方式とこれだけ説明しておきながら、まだそのオリンピック関係の陽性者をバブルの中に入れるか入れないかは決まってないということですか。決まってはまだいないんですけれども、選手村の中のですね、奥に入れるとかそういうことではなくですね、例えば選手村の中には、検査の施設などもございます。そういったことを例えば活用する上で、活用する可能性もあるということでですね、申し上げている話であって、入れる、入れない、含めて、どのように対応すべきなのか、そして国民の皆様方含めてですね、どのように安心してですね、安心していただけるのか含めて、オペレーション上のですね、制限などもですね、勘案しながら今、検討が進められているというふうに承知してございます。だから選手村の中で、選手村の中でね、きちんと隔離しますと。
で、その選手村の中できちんと隔離していれば、そこはバブルではないのですと。そこだけバブルから取り除かれるんです。もう完全に作文の世界なのよね。おっしゃってることが。まあ自衛隊派遣しているところが、あの非戦闘地域だっていうのと同じ理屈でね。結局、理屈だけで、あの、言い逃れようとしてらっしゃるわけで、あの、ウイルスは、あの、基本的に感染するのでね、あの、ちょっと、あまりにも、その、通常の行政行為であればね、言葉で何とでも言えるけれども、ウイルスは、あの、言葉では言い逃れられないですからね。ちょっと観客のこと、もう一回念押ししたいんですけど、7月6日までに再挑戦をして、お知らせするっていうことになってましたよね。ちょっとそれ答えてもらえますか。その方針は変わってないですよね。承知しているところでは変わっておりません。変わってませんよね。で、さっきその都度その都度っておっしゃいましたよね。そうすると7月6日で再抽選をした、その結果を伝えた後に、例えばそのまん延防止措置が、に継続されるのか、緊急事態宣言が拡大されるのか、わかんないけれども、また新たな方針が示される必要性も出てくる。そうしたらその場合には7月6日にそのお知らせした結果の前提が変わってくるわけですから、さっきも言ってるように、もう一回さらに抽選しないと変ですよね。そうなりますよね、理屈的に。どうですか？観客の取り扱いについて、どのような対応ができるかにつきまして、組織委員会の方で、適切に、検討されると。いや、それでね、私が聞いてる話は、もうそういうことを考えると、やっぱり有観客は無理だと。無観客にするしかないんじゃないかっていうのが、実は組織委員会の内部でも、現場の声としてかなり強くなってきてるって聞くんですよ。要するにもう収集できないと、事態がね、ぐちゃぐちゃになっちゃって、だからやっぱり無観客にする以外ないんじゃないかと、こういうふうなですね、こういう空気っていうのはそちらに伝わってます。要するに何が何でもとかそういうことじゃなくて、実際のオペレーションとしてもう破綻しかけてるわけだからというか、破綻してるから。どうですか？現状ではご指摘のような、なんて言うんでしょう、空気感といいますか、意見というのは、伝わってき、ているものではございませんけれども、引き続き緊密に組織委員会と、東京都と、連携しながら、検討に加わっていきたいというふうに思います。組織委員会の方にね、さっきの原口先生のご質問で、あの学校連携観戦についてね、あのこれはもうやめるべきだと。で、文部科学省はあの連携観戦やる場合に、あの子どもたちがちゃんと守られるように学校現場に伝えますと、まあ、文部科学省としての役目を果たしますとこうおっしゃってらっしゃるわけです。組織委員会があのこれは主体として主催としておやりになられる事業なのでね、これもう子どもたちのことを考えたらですね、もうや絶対やめなきゃダメなんですよ。子どもたちのことを考えれば、そのコロナの前だったら素晴らしいことだねということだけど、もう今こういう状況なんですから、組織委員会にですね、伝えてくださいよ。もう学校連携観戦はやめるべきだというふうに言われたんだけれども、もう一度検討してほしいと言われたと、その答えをくれと。で、次回までにください。学校連携観戦どうするのか、これ子どもたちのことですからね。炎天下、コロナが拡大している中で、変異株も拡大している中で、本当にやるんですかということを組織委員会に確認してください。で、文書で回答ください。組織委員会の名前の入った文書で。子供たちをそんな危険にさらすようなことをですね、大人の都合でやっちゃ絶対ダメなんですから。ね、原口先生。そうです。よろしくお願いします。川口先生、ありがとうございます。それでは帝国ですので終わらせていただきますが、最後は原口先生、川口先生の話もありましたように、これデルタ株、インド株は子どもたちにも感染しやすいということですので、次回また回答いただきたいと思います。長時間ありがとうございました。ありがとうございました。